こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、満目青山です。目いっぱいに青い山が広がっている。元来は、景徳伝統録にある信玄無法満目青山が転居です。たくさんの人と一緒に初夏の山景をめでている気分を満の字に込めたものです。では今から満目青山を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。